まったく、コロナのせいで物騒な世の中になっちゃったよ。だな、って、今日は何をするんだ？普通に外出できないし、のんびりするよ。それに以前からあるさんに、たまにハチャバン動画も作ってくれメンス。って言われたからね。てか、茶番系動画は初なんじゃないか？言われてみればそうだね。それじゃあ、のんびりするか。こんな日に誰も来ないといいな。まあ注意喚起が出ているし、大丈夫だろう。それはクラブだよ。なんか、すまんな。宅急便だといいけど。そのようなことがあろうはずがございません。うちに何の用？それにしてもなんで石板機がいるの？ああ、以前白霊神社に泥棒が入っただろ？戸締まりは強固にしてあったのにね。で、そこにたまたま保管されていたうちでの小槌が盗まれて、泥棒に勝手に使われただろ？そういえばその小槌とやらの魔力に侵されて、また暴走したんだったな。噂では聞いたけど、昔石板機は小槌の魔力に侵されて暴れたことがあったんだっけ？まあ、その後白霊神社の主に退治されておとなしくなったけどな。それにしても、今回は災難だったね。夜の散歩の途中で巻き込まれるなんて。話を戻すけど、なんでうちに来たの？先日の暴走を止めてくれた探偵に霊がしたくて来たんだってよ。そうなの？そうだ、石板機はプライドが高い上に無口だったんだった。依頼料の支払いなら、アルネは今日は事務所にいるよ。行っちゃったな。それにしても暴走した石板機を止めるとは、お前のところの探偵はすごいな。いや、あれは止めてくれたわけじゃないんだよ。そうそう、あれはただ暇つぶしみたいな感じで止めただけだよ。最近ここ現実世界や裏の世界ユーゲンベルグで、物騒な事件や興味を引くような事件がまるっきりなくなっちゃってね。たまたま満月の日だったあの日に空を飛んで散歩していたら、暴走していた石板機を見つけて相手をしたみたい。で、気を取り戻した石板機から事情を聞いて、依頼として受けたことにしたらしい。はは、やることちゃっかりしているな。探偵はただ働きしないからな。さて、せっかく遊戯が来たから飲みたいけど、ダメだよな。当たり前だよ。ちょっと待てよ。もしかしていいのか？違う違う、せっかく力持ちが二人いるし、手伝ってほしいことがあるんだよね。もし手伝ってくれたらちょっとしたお礼をするよ。おう、なんなりと言え。遊戯がいないとできないことだったから助かるよ。依頼料だ。これは確か、アークウィザードが使っていたかもしれない杖だったはず。ちなみに使いこなせば溶岩流を放てるらしい。レプリカかもしれないけど、物好きが欲しがると思って取っておいたが、あんたはいろいろなコレクションを集めているみたいだから、あんたに渡すよ。別に集めているわけではない。依頼料の品が勝手に溜まっていっただけだ。それに城の宝物庫は、質屋が勝手に置いていった品が多数あるだけだ。じゃあ、宝物庫にあるものは別に全部あんたのものじゃないということか？いや、城の宝物庫にある時点で、所有権は全部俺のものらしい。まあ、とりあえずこれは質屋に渡して地に変えてもらう。昔魔法使いに見せたことがあるが、材質は本物に近いらしいから、価値については保証する。ふむ。ところでなぜあんたは、いや、なぜ探偵は私を止めてくれたんだ？暇だったからだ。え？聞こえなかったのか？いや、理由がなんというか。だったら放っておいた方が良かったか。まあ、放っておいて被害が出ても俺には関係ないけどな。そんなわけないだろ。ここにはもう、いろいろな異変を解決した、白霊の巫女や魔法使いがいないんだ。まあ、二人とも旅に出ただけだから、また帰ってくるとは思うが。ズラハンよ、お前は勘違いしているようだな。それってどういう？俺はこの世界が壊れようが消えようが知る由もない。むしろこの世界が消える事件が起きてもいいくらいだ。じゃあ、なんで探偵はここにいるんだよ。お前に話す必要はあるのか？まあいい、少しくらいは話してやろう。俺がここにいる理由、それは、昔失った心臓を集めるためだ。心臓？心臓が一個のせいで、力も本来の9分の1しか出ない。それでも人間よりはるかに知能は高いけどな。話を戻すと、俺がここにいるのはこの世界には、かつて失った心臓の気配がするからいるだけだ。心臓、ということは、探偵はコウマカンの主、ゼミリアとその妹のフランの心臓を狙っているということか？奴らは無関係だ。以前、確かめに行ったが心臓の反応はなかった。俺に対しての質問は終わりだ。終わり。わかったよ。いろいろ聞いて悪かったな。いやー、それはやめてー。なんかあったみたいだな。静かにできんのか、あのアホは。マジでそれはやめろ。もし中のエンジンが壊れたらどうしてくれるんだよ。いや、ジャッキで持ち上げると危なそうだろ。だから力がある私たちで持ち上げているんだろ。いやいやいや、そっちの方が超危ないんだが。おい、風鈴、さっきからキャラ崩壊しているぞ。あと、腕が痛くなってきた。だから遠慮しておくって言ったでしょ。ジャッキを取りに行った目に目を離した隙に、勝手なことをやって、今ジャッキで支えてやるから、もう少し耐えて。ほら、遊戯も手伝え。ふぅふぅ。
があるだ。